Whack! Get out! He didn't say nothing! Get away from me, Steve. He didn't say nothing. Get away from me, Steve. Can I talk to you? He didn't say a word. Technical foul, Wallace. He's gone. クリス・エバー、ケビン・ガーネット、ティム・ダンカン、ダーク・ノビツキーといった多くのパワーフォワードが活躍する2000年代前半のウェスタンカンファレンスにおいて、数字では見劣りするものの彼らと同等のインパクトを残した一人のパワーフォワードがいました。類まれな能力を持ちながら自己中心的なプレーを一切しない彼は、16年の NBA キャリアで一度も平均20得点を超えることはありません。しかし歩くテクニカルファールとも呼ばれた彼は、ブレイザーズのエースとしてシャキール・オニール、コービー・ブライアントの率いるレイカーズをあと一歩のところまで追い詰めていきます。チームのため、勝利のためにプレーを続けた彼は、間違いなく2000年代を代表するパワーフォワードの一人と言えます。今回はラシード・ウォレスについて話したいと思います。1974年9月にラシード・ボレスはフィラデルフィアで生まれました。両親は別居しており、母親に育てられた彼は父親がいない寂しさを感じながら幼少期を過ごします。彼がコートの上で感情的になるのは、少年時代の寂しい思い出があってこそのものと子供の頃の恩師テニス・ヤングは語っています。また3人兄弟の末っ子として育った彼は、兄が履いていた白いエアフォースワンに憧れていました。その後、少年時代のラシードは安く購入ができたエアフォースワンをコートの中でも愛用するようになります。高校時代には地元のサイモングラッツ高校に通い、在学4年間で3度の州チャンピオンに導きます。特に4年生の時には31戦無敗の驚異的な成績を記録、全米ナンバーワンのチームと評されるほどの強さを誇りました。大学は名門ノースカロライナ大学に進学し、2年生の時にはフィールドゴールを 65.4% の確率で沈め、平均 16.6 得点、7.8 リバウンド、2.7 ブロックを記録します。そして同い年のジェリー・スタックハウスとともに NCAA のファイナル4の進出に貢献。スポーティングニュースが選ぶオールアメリカンファーストチームに選出され、1995年の NBA ドラフトにアーリーエントリーします。 With the fourth pick in the 1995 NBA draft, the Washington Bullets select Rasheed Wallace from the University of North Carolina。ラシード・ボレスは1巡目全体4位でワシントン・ブレッツから指名されました。ブレッツには当時3年目を迎える同じパワーフォワードのクリス・エーバーがいました。しかし95、96年のシーズンに入るとウェバーは怪我のため67試合に欠場。その代役として多くの試合を先発出場し、65試合で平均 10.1 得点、4.7 リバウンドを記録します。しかし1年目のシーズンが終わると、ブレッツは弱点だったポイントガードを補強するためにロッド・ストリックランドを獲得。その見返りとしてラシードはポートランド・トレイルブレイザーズへ放出されました。ラシードが移籍したブレイザーズは14年連続でプレーオフ進出を果たす強豪チームでした。しかし直近の4シーズンではいずれもファーストラウンドで姿を消し、再建を図る過程にもいました。ラシードは1997年のシーズンに平均 15.1 得点、翌1998年のシーズンには平均 14.6 得点を記録。それでもブレイザーズの勝ち星が大きく変わることはなく、2年連続でレイカーズと対戦するもファーストラウンドでの敗退に終わりました。チームの状況が好転し始めたのは1999年のシーズンのこと。ロックアウトによる50試合の過密スケジュールはブレイザーズにとって優位に働きました。
ブレイザーズの得点王は平均 13.9 得点のアイザイア・ライダー。ラシードの得点は平均 12.8 得点と減少していました。それでも先発の5人が2桁得点を記録し、リーグ3位となる35勝15敗を記録。ファーストラウンドではサンズをスイープで退けると、セカンドラウンドではベテラン揃いのジャズを圧倒していきます。ブレイザーズはカンファレンスファイナルに進出を果たします。スパーズとのカンファレンスファイナルではラシードは両チームトップの平均20得点を記録。しかしゲーム2で逆転負けを喫するとブレイザーズは流れを失い、1勝もできずにシリーズ敗退に終わりました。1999-2000年のシーズンを迎えるにあたり、ブレイザーズは補強に動き、スコッティ・ピッペン、スティーブ・スミス、デトレフ・シュレンプといったベテランを獲得。ブレイザーズのサラリー7380万ドルはリーグでダントツの1位となりました。オールスター級の選手が揃うロスターの中でラシードはチームトップの平均 16.4 得点を記録。初のオールスターに選出されます。そしてブレイザーズはリーグ2位の59勝23敗を記録。レイカーズとの対戦となるカンファレンスファイナルへ進出します。ゲーム1でのラシードは2度のテクニカルファールを宣告され退場。わずか16分の出場に終わります。シリーズはその後もブレイザーズの劣勢で進み、ゲーム4が終わった時点で1勝3敗。しかしブレイザーズはゲーム5、ゲーム6と連勝し、シリーズはゲーム7へ突入。この試合でのラシードは第3クォーターまで23得点と大活躍を見せていきます。He starts blocking shots and clogging the middle. Rasheed Wallace with Ori leaning on him. He finds Wallace for three. That is opportunities in your life to make it happen for you in one day. This is it. Oh, beautiful pass. Here is Wallace into the lane for the jumper. Bonus. Pippen gets it underneath to Wallace. Mack is getting frustrated. He needs to get out of that position of double teaming Wallace.This is a 15-point game. Wallace with 10 points in this quarter, with 23 points for the game. ラシードの活躍もあり、ブレイザーズは第3クォーター終了時点で13点をリードします。しかし第4クォーターになると、ブレイザーズのオフェンスが停滞。13本ものシュートを連続して失敗します。中でもラシードは6本のシュートを続けて外し、レイカーズに逆転負けを喫しました。ブレイザーズは翌シーズンも補強に動きました。ショーン・ケンプ、デイル・デイビスとインサイドのプレイヤーを獲得。迎えた2000-2001年のシーズンでラシードは平均 19.2 得点、 7.8 リバウンド、 1.8 ブロックを記録し、2年連続となるオールスターに選出されます。また
2月のナゲッツとの一戦ではキャリアハイの42得点を記録します。It's one of the best teams in the league, and so they find themselves still behind. But Mark Davis, why there wasn't a call there? Here's his three ball, fitting new career high for Rasheed Wallace. He drains the three. しかしシーズンが進むにつれて、ブレイザーズは崩壊の一途をたどっていきました。シーズン後半には何度も連敗を喫し、前年から9つも勝ち星を下回る50勝32敗に終わります。シーズンを通してラシードは前人未到の41ものテクニカルファールを記録。レギュラーシーズン81試合目のレイカーズとの一戦ではシャックに対してフロップを試みたサボニスの手がラシードの顔面を直撃。感情を抑えきれないラシードはタイムアウト中にサボニスの顔にタオルを投げつけ、ロッカールームでは拳が飛び交う事態に発展したと言われています。そしてウエスタンカンファレンスの第7シードで進んだプレーオフ、ファーストラウンドでは奇しくもレイカーズと対戦。しかし3試合すべてに2桁点差をつけられてしまい、1勝もできずにこのシーズンは終わりました。そして翌シーズンもブレイザーズは第6シードに終わり、再びレイカーズと対戦。この年もスイープでの敗退に終わりました。この頃のブレイザーズは所属する選手が問題行動を多発し、その刑務所のようなイメージからジェールブレイザーズと呼ばれるようになっていきます。中でも2002、2003年のシーズンは最も多くの選手が問題行動を起こし、その一人がラシードでした。11月下旬にはデーモン・スターダマイヤーと共に車のスピード違反で逮捕。12月20日のウォリアーズとの一戦では試合を決めるブザービーターを沈めます。しかし直後に乱闘が勃発、観客と言い合いになり罰金処分を受けることになります。さらに1月のニックスとの試合後には審判の判定に不服なラシードが駐車場で審判を待ち伏せするという行動に走り、結果7試合の出場停止処分を言い渡されます。ちなみにその審判は後に NBA を追放となるティム・ドナヒーです。ブレイザーズは優勝を諦め、問題行動を起こした選手を放出していきます。そしてラシードは2004年2月に2人の元オールスターとの交換でアトランタ・ホークスへ放出されました。さらにホークスで1試合プレーすると、再びトレードでデトロイト・ピストンズへ移籍となります。チャンシー・ビラップス、リチャード・ハミルトン、テイション・プリンス、ベン・ウォレスを揃え、またラリー・ブラウンをヘッドコーチに据えるピストンズは優勝を狙えるチームでした。しかしラシードの加入前には6連敗を喫するなど、インサイドの得点力不足に苦しんでいました。ピストンズは快進撃を見せ始めます。ラシードはピストンズのチームバスケットに見事に順応し、ディフェンス面でもエリートであることを証明。そしてオフェンスの起点が生まれたピストンズはシーズン最後の24試合で20勝を記録。プレーオフでもバックス、ネッツ、ペーサーズを破り NBA ファイナルへ進出を果たします。NBA ファイナルの相手はレイカーズでした。シリーズはシャック、コービーに加え、カール・マローン、ゲイリー・ペイトンとタレントが揃うレイカーズが絶対優位の予想でした。しかしピストンズはシリーズを2勝1敗でリードすると、ゲーム4でラシードは26得点、13リバウンド、2ブロック、2スティールと攻守にわたり活躍を見せます。Right back to Wallace. They do it again. Rasheed and Medvedenko, and that time he puts up shot. That's where someone else is going to have to go. Whoa, baby! Wallace. Hammer. Here's Rasheed against Medvedenko again. Three, he's the guy. Instead, it's Rasheed, and that should be the dagger.ゲーム4を制したピストンズはゲーム5も圧勝。レイカーズを倒し、悲願の NBA チャンピオンに輝きました。翌シーズンの開幕戦でのチャンピオンシップセレモニーで、ラシードはレプリカのチャンピオンベルトを制作。この年のチームメイト全員にベルトをプレゼントしました。勢いを増すピストンズは、翌2005年のシーズンも NBA ファイナルに進出。対戦相手はサンアントニオスパーズでした。
シリーズはゲーム7までもつれる展開となり、ラシードは第4クォーターに9得点とチームを牽引していきます。しかし最後までスパーズに追いつくことができず、ピストンズの2連覇達成とはなりませんでした。翌2005-2006年のシーズン、前のシーズンに優勝を逃した悔しさからチームはさらなる結束を見せ、ピストンズはリーグ1位となる64勝を記録。ピストンズからは4人がオールスターに選出されました。しかしプレーオフではカンファレンスファイナルで前のシーズンに激闘を繰り広げたマイアミヒートに敗れ、3年連続となる NBA ファイナル進出とはなりませんでした。翌2007年にはベン・ウォレスが移籍するも、またしてもカンファレンスファイナルに進出。しかしキャバリアーズとのシリーズとなるゲーム6では、ラシードが第4クォーターに2度のテクニカルファールを受けて退場。ラシードを欠いたピストンズはこの年も NBA ファイナルを前に姿を消すことになります。さらに2008年にはこの年優勝を果たすセルティックス相手に再びカンファレンスファイナルで敗退。カンファレンスファイナルから先に進めずにいたピストンズは2008年11月に司令塔ビラップスを放出し、アレン・アイバーソンを獲得。このトレードによりピストンズはケミストリーを失い、シーズン成績39勝に終わると、辛くもプレーオフには進出するも早々と姿を消しました。そして35歳となるラシードはオフシーズンに FA となり、ベテランが集まるボストンセルティックスへ移籍。キャリアで初めてベンチスタートの役割となりました。ラシードの加入でロスターに厚みを増したセルティックスは2年ぶりに NBA ファイナルに進出。相手はセルティックスにとって、そしてラシードにとって因縁のライバル、レイカーズでした。シリーズはセルティックスが優位に進め、先に王手をかけるも、ゲーム6先発のセンターケンドリック・パーキンスが右膝を負傷します。ラシードは急遽ゲーム7に先発で起用され、35分に出場。パーキンスの穴を埋めるべく攻守ともに活躍を見せます。しかしセルティックスは最後まで追いつくことができずに敗戦。優勝目の前にあえなく散りました。オフシーズンにラシードは現役の引退を発表しました。しかし2年後の2012-13 年のシーズン、38歳となるラシードはニューヨークニックスで復帰を果たします。しかし2月に左足を骨折。プレーオフを前に再び引退を発表。16シーズンにわたる NBA キャリアに幕を閉じました。今回はラシード・ボルスについて話しました。ラシードはビッグマンにもかかわらず、中からでも外からでもシュートを沈めることができるストレッチ4の先駆けとなる選手でした。さらにディフェンスも非常に優れたプレイヤーで、キャリアを通じて多くのビッグマンを苦しめてきました。彼が所属したチームはルーキーシーズンのブレッツを除き、全てのシーズンでプレーオフ進出を果たし、そして8度にわたりカンファレンスファイナルへの進出に貢献しています。強烈なキャラクターのためエゴが強いと思われがちですが、スタッツに残らない泥臭いプレーをこなす非常にアンセルフィッシュなチームプレイヤーでした。そして彼はクラッチタイムでシュートを沈めることができる勝負強さを持ち合わせています。オールスター選出は4回、オール NBA チームには一度も選出されてはいません。それでもラシード・ボレスという選手が2000年代を代表するパワーフォワードの一人であることに疑いの余地はありません。このチャンネルでは NBA についての動画を投稿しています。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。また動画が良ければコメントやチャンネル登録もお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。
hit that second one. And he loses focus and starts doing bad habits on the floor. Dragic misses the technical. And a technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. You know, game in and game out in practice. Well, he has lost his temper. The NBA's all-time leader in that.